はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、ゼロ濡れガラスの巫女続きをプレイしていきたいと思います。ですね、今が違う、何だったっけ、なんかここでですね、ちょっとなんかボス的なやつと対決しましてね。で、ここの扉を開けるために、なんか写真を撮るみたいな何だったっけ、もう覚えてないな。まあまあ、とりあえず先にここの扉を開けるためになんかするみたいです。はい、じゃあ進めていきます。ちなみに、あ、違う、これですね、この写真を撮らなきゃいけないんですけど、これどこなんだろう、開きかけた、箱みたいなことかな。はい、でこの場所を探さなきゃいけないけど、この場所あったか、行き止まり一段低くなったより、あ、ここ見たな。どこだろう、あっち側なんか行けそうなんやけどね、人がどうにかして行けないんだろうか。でもなんか水に浸かっとる感じがあるけ、ここをくぐって、でもなんか空間っぽいんですよね。ん？ああ、知ってる知ってる、そこを行ったのは分かってるけど、あ、開きかけあったやん。どこだ、開きかけあったけど、こいつじゃないのか。ちょっと待ってくださいね。あ、わかったわかった。あ、あ、開いた。ちょっと待って。開きかけっていうか開いたよ。どう？で、ちょ、ルイ君ちょっとのいで。ああ！なんだよ。どこ行った？あいつ。あー、痛いよー。そうか、僕前回ですね、あ、ちょっと、もう前回ですね、そのままやめちゃったんで、こいつ倒してないままになってんのか。なんか前回倒しましたよ確か。 OK、 あー、もううざ。あ、ちまって、なんかやばいことになってる。清めの日、なんかめっちゃ減ってない。 OK、 あぶねえ。やばい、こいつよ。
無駄な使い方かなこれ。やばい、うわクソ、どこ行った、いた、よし、約束だったよね、約束、冬日、あ、冬日、なんか出てきた。レイがいた場所に何か落ちてる。あっ、古い金属製の札。あー、これで開くんだ。なんだよ。てか火たかないと。火たかないとやばいことになってる。ちょっと待って。火を起こして体力も回復させとくか。 OK、 これで進むことができるだろう。 OK、 これなんて読むかわかんないけど、札鍵を、扉にはめた。おお、なんか入ったのか。開ける描写はないのね。先生、迷いが、迷いが来たけど、誰かいるんでしょうか。行こう。ちょっと、とりあえず手は出てこんね。OK。大丈夫ね。オッケーね。普通に開くんかい。なんか引きずったみたいな跡があるけど。なに。あ、なんかアイテム悪くない？違う。これ取りたいんやけど。あ、取る。アイテムはね、もうなるべく取っておきたいんで。2階もあるけど、ちょっと待って。なに？びっくりした。誰？出てくんな、バカが。何？テレビついてるよ。
古いテレビが白い光を放っている。画面は砂嵐で何も映し出されていないようだ。怖いね。ここは強い力で閉ざされている。後から入るべきな。何何、え、電話かかってきた。あ、これか。もしもし、何？榊。榊さんですか？これは先生の見ていた写真と同じ。榊。これはあの写真帳に挟まっていた写真と同じ。榊はこれを持ってここに来たのだろうか。俺と同じように。死者。取れなかった。もうなんだよ、もったいない。ぼーっとしてた。くそ。棚の上に古いノートが置かれてあった。綺麗な文字で何か書かれていたよう、何か書かれているようだ。この国の風習は得意なものがある。おのおのかな、か、違うな。まあまあいいや。の土地、そこに住む人々による違いがありつつも、根の部分では全てがつながっている。神秘的であり、美しさが感じられる。それらの根になる部分を理解するため、私はこの国へと渡り、そしてこの山を見つけた。朝露の美しさ、夕日が山に落ちるときに感じる切なさ、そして全てを包み込む重々しく、なんだ？重々しく、厳しいみたいな感じかな。厳しいじゃないな。かな、夜がやってくる。山に残る水をご神体と祭り、ご神体と祭り、独特の死生観を持った神秘的な教え。それを理解するには、この山に住み、山の一部になることが必要と考えた。はい。山の一部になる必要はない、開けるないとは思うけどね。あ、フィルム付きた。最高。開けてみるもんだな。壁の上の方に、なんだ、神棚が祀られている。湿気のせいか部屋中の木が黒く変色し、石を放っている。まあ確かにここだけなんかちょっとねって感じ。あー、さっきの遮影機で撮れなかったのがちょっと痛いな。おーおお、ルイ君よ。ここは開くんだ。一回。なに。レイ君、危ないよ。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 出てこないで。ちょっと。やめて。なに。あ、階段になってんのか。うわーじゃねえよ。やめてちょうだい。ちょ。あ、箱がない。ここ箱あった場所だろう、確か。え、どこ行った？あ、いた。え、移動してきやがった。ちょ近い。近いんだよ。
わーじゃないんよ。やめてくれる？そういうことすんの。これだな。全然実況できてないような気がする。ビビりすぎて。なんかあるな。何ですかこれは。何これ。あ、清めの火絶対必要。買ってもないし、だいぶないからね。開く？開けれるね。なんかない？おお。シャってなんかしないで。調べる。仏壇の中に遺灰と古い仏像が置いてある。なんだ？床の間かな。掛け軸がかけられている。表面はボロボロになり、絵も文字も読み取ることはできない。あ、なんか怖いねこの写真的なやつ。まあ怖いのはまあ確かにそうか、それそうか。なんかこの感じも怖いし。見入られたワクタライ刑事。写真は笑ってる、微笑んでる。何言ってんだ。ワタライさんもちょっとおかしくなってたんだ。民族学者の手記 3？ やべ、1と2どっかにあるな。本棚に古いノートを見つけた。弔い写真について書かれているようだ。死後写真はカメラの、伝板とともに西洋から伝わったものだ。それはまだ写真が珍しかった頃、亡くなった家族の姿を写し、残し、遺族の悲しみを慰めるというものだ。日本に残されている死後写真は西洋のものと行為としては同じだが、その意味性は違うように思う。特にこの氷上山一帯に残されている弔い写真と呼ばれる写真たちの美しさ、悲しさ、特別なものを感じる。それが、これらの写真は科学者麻生邦彦博士が残したものだと思われる。他の地方のものも調べたが、彼は当時各地で弔い写真を撮っていたようだ。彼は魂を写すことに執着したという記録が残っている。この不思議と引き込まれる写真たちを見ていると、彼の目的は成功していたのではないかとさえ思えてくる。かつて写真機を孤独の箱と呼んだ友人がいたことを思い出す。孤独の箱というのは、被写体を暗い箱の中に閉じ込めるという意味なのか、写真機を覗く人間が一人で暗い箱の中を覗いているという意味なのかわからない。ただその言葉がこの写真のイメージと不思議と重なるのだ。っていうか2を探しに行こう。ちょっと2探しに行きます。すいません。もう片方に何ですかね、
もう一個上がれるところ、階段があったんで、で、玄関のところに。そっちに行ってみます。なになになに？あ、なんかあった。てか、ここ穴開いてたんだ。びっくりした。なんと突然出てくるの？バカ野郎。バカ野郎。これ狭いとこ出てくるの？アホが。ちょっと待って、これ位置が悪い。これ戻るな。こっちじゃないな。ちょっと待って。ちょっと待って。違う。違うんよ。あれ？これさ、こっちしか行けない。あ、え、まあいいや、こっち引っ込むか。よく危ないってそこいると。あ、死んだ。さよなら。触れる、あ、触れることできたんだ。今まで触れてなかったー。あ、こういうのあったんだ。なんで触れてこなかったんだ今まで。うわー、やり直したい。なるほどね。そういえばなんか触れるみたいなあったな。何にもやってこなかった今まで。やればよかった。味もったいねえ。今までのボスの中ボスのやつとか何にもやってなかったやん。やり直したいな。やり直したとてだな。あのビデオと同じ。ああ、ビデオと同じだけどさ、この下何にもなかったね。なんか出てきそう。いる？ああ、何にもなくな。何にもないよね。ああ、突然急に閉まるスタイル。あ、どこ？どこどこどこ？開ける。なになに？開けることはできない。どこいたの今。ちょいちょいさ、ここ調べろみたいなのあるけどさ。行けなかったんだ。で、どっかあるのか。ここ調べたっけ。調べてなかった。ルイ君も映っちゃった。つぶやく渡来刑事。君が映るのは別にいいんだけどさ、なんか他調べてないとこあるかい。
ここは調べられない。違う。マップ。調べたか？大体。一応もう一回調べとくか、二回。すいませんね、なんか、往復しますけど。簡素な作りの棚に小物入れが詰められている。中には古い筆記用具などが入れられているようだ。この中調べてないの、それ。なんか出るわけじゃないの。じゃあこっちは。これ開いたかな。あ、フィルム。徘徊する渡来刑事。ちょ待って、今さ、一番使っちゃいけんやつ使ったんやない。うわ、最悪。一番強力なやつ、あのたった1枚のやつ使ったんやない。渡来刑事知らないちょっと待って、これやばくない？お、嘘だろ。床の下から一面水面が見える。そんなことはいいんよ。ちょっと今もう自分のやったことのさ、なんかショックがさ、すんげえ嫌だ。文机かな上に周の周囲や周囲ちょっと待ってくれ。ちょっと今ちょっと動揺と自分のショックがちょっと。この周囲に、古い書物が散乱している。書物はどれも湿気でボロボロになっており、文字を読み取ることができそうにない。あー、最悪。今自分がやったことが最悪だな。廊下の突き当たりに古い書物が積み上げられている。湿気で含んだ紙は張り付いていて開くことすらできない。ここが鍵穴が壊れていて明るくなっている。この扉は開くことができないようだ。あー、やばい、まあ、やばいって言ってもさ、あれ1個しかないけど。今までのやつマジでやり直してえな。何にもないのか。あとはじゃあ開ける。ここ開けられたっけ。違うよね、ここ開けられんよね。開けられなかったから上に進んだよね。もう行くか。さあ、この先に何があるのか。あ、あの部屋だ。あの文献が。あ、行かなくては。本棚に古いノートを見つけた。山で死ぬことについて書かれているようだ。やっぱりさ、にどっかあるのね。この山の、この山の水は美しい。それは水質の良さなどというものではない。山頂の湖から流れ落ちる大量の水は山、川となり滝となり山を包む霧となる。この湿度を含む全ての水がこの山の神秘、そして美しさの源泉だと感じる。氷神山周辺に伝わる伝承によると、かつてこの山で死ぬことは正しいこととされていたという。
この山は文字通り霊山であり、山岳信仰の対象になっていた。氷上山信仰とは、人は死ぬ時この山の水に帰るという教えだった。それは、山上高いではなく、この山の水は魂そのものであり、人々はその一部へと帰るのだ。なんだ、死を覚悟した人々はこの山へと集い、そしてここで命を水へ返す。全ては水につながっている。この風景を見ていると、ここが霊域とされ、そしてここの山で死ぬこと、水へと帰ることが正しいとされた。理由も理解できる。ここに来てよかった。この山の世界観には死への、情景がある。それはつまり、この山の水への情景であり、自然への情景でもあるのだ。生も死も水でつながっている。カセットテープ、しかも2だったし。でマジでさ、どこにあんだよ。あ、背拍子の文字に滲んでしまっているが、富士の山や片城神社などこの山について書かれていたもののようだ。どこ調べたらよかったんだ一体。なんだこれ、なんでこんななんか迷路みたいになってんだ。あ、調べる。部屋中に並べられた本棚に無数の本が収められている。ここには書庫として使われていたようだ。いや、あるけどさ。ここにあったのか。積まれていた本の上に古いノートが置かれてあった。綺麗な文字で書かれているようだ。霧にけぶる森で遠くに巫女たちの影を見た。おごそかにゆっくりと山を上がっていく。それは現実のノートは思えない。実際この山にはもう巫女はいないと聞いている。かつてこの山では多くの巫女が殺された。彼女たちもまた水へ帰ったのだろうか。そしてこの霧の中に閉じ込められているのだろうか。いや、なんかそうですか。ここはなんか後からみたいだな。先にこっち取っとこう。違うって。机の上のノートにはほこりはかぶっていない。まるで今まで誰かが書き物をしていたようだ。この地方一帯には人柱の風習があったと言われている。それは通常の水へと返す儀式とは違い、人を特別な箱に入れ死なぬまま水へと返すのだという。その柱となるのも巫女の役割だった。彼女らは死へと向かう人々の記憶を引き受けた後、自らも水へと帰るのだ。ただし柱として生き続けるために、日本には箱に入って地中に埋まり仏となって世襲を救済する即身仏という風習がある。そんなのあんの。即身仏となる僧は地中で経を読み、鐘を叩くことにより生きていることを伝えたという。一応箱の中で生きていることは言うんだ。この儀式はそれに近いものなのかもしれない。いや、でも水に入ったら終わりでしょ。
死んじゃうよ。柱となった巫女たちはこれに、え、これになんとかれ読め直せん、すいません、沈めていたのだろうか。日本では高い、つまり渡航用や隔離用と、呼ばれる、死後の世界がある場所について様々な教えがある。渡航用とか隔離用っていうのを、読めるようになったのは多分あの昔やった NG のおかげですね。確か NG でこれ出てきたと思うから。山の上や、海の向こうという教えもあれば、地中つまり地面の下にあるというような、概念的な教えもある。この山は水をご神体として祀るとともに、水の中に隔離がある、つまり水は死とつながっていると考えていたのではないだろうか。箱に入れられた柱は死に近い場所にありながら生き続けることで、死後の世界が、ご神体である聖なる水に入ることを防いだのだろう、防いだのだ。特別な箱に、入れるのは水の中で柱を生きながら得らせるためなのだろう。柱を流らえらせることについて、死に近いものほど長く生きるという考えがあり、氷上山は柱となる巫女を別の山からも集めていたという。一度死に近づいた者は死に耐性ができるというものだろう、死に耐性ができるとでも言うのだろうか。あ、またカセットテープ、何も書かれていない。先生、どうした、何、先生とか言われたけど。本棚に、収まりきれないほどの書物が積み上げられている。古い文字で書かれた、なんか声聞こえんな、読み取ることはできない。いや、それよりこっち行きたいんよね。ちゃ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 、鍵穴はここは開かないのね。じゃあこっちですか。なんかもうさ、もう声聞こえるんやけど、一応用意しとくか。一番強いやつ使っちゃったからね。何話してんの、どちらさんですか。え、ここあれやん、ここやばいやつやん。何が落ちた、首が落ちた、やめてくれる。あ、いや、確実にあるよ。閉まったのか。やめて、もう毎回失敗してんなこれ。2回目ないでしょ。ああ、ちょっと食らってんな。オッケー。なんだ、はしごか、はしごの上に天井裏があるようだ。あのビデオの最後の映像と同じ。いや、もう覗くって何、もういるでしょ、もういるの分かってるよ。ドーンはやめて、ドーンは、ドーンはなし、マジで。ちょ、早く向いて、怖い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 。ちょっと皆さんゆっくり向きよ、おいって。いや、もうゆっくりじゃなくていいって。あった、あったけど、あー、キモ。今のは一体、霊が消えた後、一冊のノートが残されている。民族学者のノートのようだ。まさか今の霊が。氷上山は、死を覚悟した者しか入ることは許されず、また一度入った者は生きて出ることは許されない。死の山として人々から崇め立て祀られていたらしいか。
わかんねえ。まあいいや。山を訪れた者は、山のふもとにある、御子社を通らねばならず、山に入る資格がある者、つまり死す者かどうか、入山は厳しく管理されていた。現在御子社は宿として改装されている。その主人から当時記録や資料を借り受けることができた。当時のか。入山記録が残っている最後の年、生きて山から出てきた人物が記録されている。あ、麻生邦彦、さっきのやつや。麻生邦彦、止めらい写真を撮っていた彼は山に招かれて巫女の写真を撮影したらしい。1階の研究をしていた彼はその過程で特殊な、写真機を開発したと聞く。あ、それがこれか。今持ってる武器のやつか。この写真機で撮影した密航の写真を見ることができれば氷神山の神秘により近づけるに違いない。彼が向かった場所は特別に招かれた者だけが入ることが許される屋敷。私もこの山に招かれているのであれば、そこへたどり着くことができるだろう。そう願いたい。麻生邦彦、麻生博士が、この手が怖いよ。麻生博士がこの件に絡んでいるのか。部屋の中に霧がかかってきている。様子がおかしい。早く外に出よう。ちょ。もう絶対なんか出るやん。確実にさ、あの学者来るよね。いやー、もうやだ。なんでさ、家の中で霧が出てんの？煙か？いや、もう怖い。早く。強い力で閉ざされている。何言ってんの？あー、もう絶対やばい。あー、最悪。誰？あー、もう、いやだ、いや。学者か。民族学者か。お前よ。自分が取り憑かれてんじゃねえよ。ふざけんな。移動が早いね。ちょっと待ってね。ちょい、そういうことしちゃいけないよ。ルイ君、ちょっと乗いてくれる？ルイ君、ちょっと、よくないよ。ルイ君よ。ルイ君。やばい。あー、食らったな、多分。食らわなかった。なんか知らんけど。リク、危ないよって、そこ撃ったら。もう、やばい。食らった。ちょっと、どうなってんのこれ。やばい。なんかやばいな。とりあえず1個使って、で、こうだな。OK。触れろ。よし。ああ。絶対これ見た方が良かったよ。やっとたどり着いた。この家の奥で彼女が私を待っている。誰？
これ多分あれでしょ、あの民族学者でしょ。迎えに行かなくては。榊どうしたん、そういえば。いやー怖い、怖いねこれ。何何、あー、いた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 、怖っ。あっ、取り込まれた。あっ、7、山頂へ向かう途中、彼岸花が咲く小道で写真を拾った。この小道はさらに奥へと続いていたようだが、今は、植物が生い茂り先に進めなかった。招かれた者だけが入ることができる屋敷、それがあの奥にあったのだろうか。あの写真は他の弔い写真とは違う。美しいという、ん？美しいとしか言いようがない。今まで見た全ての弔い写真にはない美しさ、そして悲しさ。生きているのか。美しいと思った瞬間にちぎりは完成する。写真から愛のささやきが聞こえてくる。それは呪いの言葉だ。死後の恋。この場所には行かなければ、この場所に行かなければ、私は心中という言葉に、心惹かれている。カセットテープあるの怖いね。今のは渡来刑事の記憶だろうか。ここから出なければ。出たいよ。はよ出たい。なんかやばくない？なんかやばいよね。ルイくん、美しい顔。あー、ごめんなさい、ルイくん。ルイくん、ごめん。ルイくん、やめて。ルイくん、やめて。ルイくんは、ルイくんはやめて。ルイくんは関係ねえだろ。ふざけんな。どう？まあまあ食らったんじゃない？いや、目の前来すぎ。ルイ君危ないって。ルイ君よ。もう。ルイ君さ、ちょっと邪魔とか言ったらダメだけどさ。めちゃめちゃ食らわせだな。やこれどこだ、こ
の部屋あったか。布団、普通に布団がある。もうなんか。取れなかったー。くそー。こちらあったっけ。違う、ここじゃない。もう道が分かんないよ。こっちか。絶対あと1回ぐらいなんか出てくんな。なんかもう調べられないの。違う、これはもう調べた。もうなんもないの。よっ、嘘だろ。来た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 。ってこれ敵多すぎん？ちょっとさ。いやもうちょっとひでえよ。ていうかここでもう強化しとく？強化しといた方がよくない？ダメージを増やす。これいるでしょ。てか前回これやったような気がするけど。射程を伸ばす。いやまあとりあえずこれはこれでいいや。もういた。近づきすぎなのか。どこ行った。ああもう。近いよ。ガチで近いの。よし。うわー。
うわ、もう最悪。閉めないでって言ってるから閉めちゃダメだろ。うわ、もう最悪やん。うわー、ここは絶対死にたくなかったんだな。とりあえず出なきゃ。これ全員にちゃんとこういうあれあったな、ストーリーがあったな。ちゃんと見ときゃよかったな。あ、消えた。消えるんだ。てかルイ君ちょいちょい邪魔とか言ってごめんね。いや、これどうなるの。ケーブルか。なんかあのベチャベチャ言ってるのは嫌だな。あれは民族学者だったんでしょうか。ああ、この山で何が起きているんでしょう。わからない。っていうかもう榊さんもこの山にいるんでしょうか。あの民族学者のように。よせよ。でも榊もあんな感じになってんのかね。でもなってそうよね、確実に。なんで向こうを指してんだ。進む。せっかくだ、ケーブルカーを使おう。使うにはどうしたらいいの。てかこれ動いてんの。せっかくだとか言いようけどさ、これ乗るの怖くね。誰が運転しよんこれ。ちょっとマジで怖いんやけど。路線の上は霧ん霧の中に消えている。見える範囲に変わったものはないようだ。これいや、せっかくだとか言いようけどさ、これちゃんと動くの。ちょっと待って、大丈夫マジで。これなんか押すとかじゃなくて、ああ、このまま、あ、一本のビデオを頼りに、渡られて向かったレーン。その途中、上城神社で白髪の少女に会う。それはレーンが舞を夢に見る少女だった。どうして持ってきてないの私のよすが、という言葉を残し、少女は姿を消した。迷いがとなっていた渡られてには、氷上山信仰に関する多くの調査記録が残されていた。レンとルイが脱出した直後、渡り手は霧の中へと消えていった。ああ、ええ、取れた。はい、ということで、なんだ、ギリ A だな、多分。ギリ A だったのか。あんまりいい感じじゃなかったけど。はい、まあ、とりあえず、取れたんでよかったっすね。はい、じゃあ、進める。ああ、クリアできた。はい、ということで、そうですね、一旦ここで終わりにしたいと思います。はい、で、迷いがまあまあ長かったな。まあまあ、とりあえずクリアできてよかったっす。はい、そうですね。
これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と、コメント欄にコメントをくれると嬉しいです。はい、じゃあこれで失礼します。さよなら。